おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナー高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントインフォメーションをお届けしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日は9月は10日火曜日、晴れのいい日ですね。気温はですね30度、いや秋の風が吹いてきています。はい、今日はですね昨日の発信のですね、補足をしたいと思いますが、今私はですね、ジジイ流トライアスロンを開発したということもあってですね、次回の木更津トライアスロンのガチの大会に出てみようかというお話をしてですね、このところここから葛西臨海公園まで走ってですね、帰り際に、スポーツクラブで、1キロ泳ぐところを500、10キロ走るところを5キロ、実験的にですね自分の体力が持つかどうかやってるんですよね。ロードバイクで走るのは葛西臨海公園往復は20キロありますから、実際にやるガチのトライアスロン40キロロードバイク走りますが、その半分やってみてですね、あれこれいけるなっていう感触はあるんですよ、あるんですよ。しかしですね、70歳を超えた今ですね、ガチで、木更津トライアスロン大会出たとしてですね、たくさんの人で一斉に海に入ってですね競争しますから、変な形でですね海難事故に遭う可能性もあるんですよね。そういった時にですね、自分はどうでもいいとしてもですね、他の人に迷惑かけますから、若いアスリートに迷惑かけますから、やはりガチのトライアスロンは出ない方がいいかなと思ってですね、私の開発したジジトラ、高齢者用トライアスロンで楽しくやろうかなと思ってます。はい、バックにですね昨日の写真を載せておきますので、こういう感じのスポーツなんだなというところを押さえてください。はい、私はですね今ネットで見て思うにはですね、日本をダメにしているのは若者ではなくてですね、老人、有名なユーチューバーの成田さんが言いましたよね、宿便老人は早く死ねって。宿便老人が権力を手放さないから、80過ぎから90ですねを過ぎても、ゼニ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 権力権力って、宿便老人がですね重要なポストを握って若者に譲らないから、この日本はダメになっていくんだって。その通りですね、その通り。小泉進次郎みたいな若者にやらしたらいいんですよ。できなかったら国民が判断しますから、すぐ取り替えろとかですね、国民に判断を任せればいいんで、ああいう若いですねものにやらした方がいいんですよ。あの和歌山の見たくないじいさん、いやー東京のですね、私の家は早稲田一家ですが、早稲田の恥みたいな宿便老人、議員ですね、もうどっかに行ってくれって、成田さんのように言うですね、宿便老人早く死ねって、私もそう思いますね。私自身がですね宿便老人にならずにですね、どうしたらいぶし銀の老人になれるか、いぶし銀の上を行く老人がいるんですよという私の友人、太田さんって人が教えてくれましたけれども、プラチナ老人っていうのがいるんだそうですよ。いやー、金キラ金の金じゃなくてですね、ダイヤモンドでもなくてですね、シルバーでもなくて、プラチナ老人っていうのがいるんだそうですよ。それを目指したいと思ってます。だって素晴らしいですよね。私は、はい、元に今日の話の元に戻りますが、
木更津トライアスロンなんかに出てですね、水難事故でも起こした日にはそれこそ70過ぎたいい初老のおっさんがですね大恥かかせることになります、老人にですね、はい、そんなわけでですね、私は多分ですねガチで、木更津トライアスロンとか九十九里トライアスロンに出るのはやめとこうと思います。